踏切、踏切とは、鉄道と道路が平面交差する場所。法律上は、踏切道という、踏切道改良促進法など。鉄路と道路の交差には、平面交差、踏切と立体交差がある。国によっては、地図上に、オーバークロッシング、レベルクロッシング、踏切、アンダークロッシングと区別して表記されていることもある。日本では、 列車の通行が優先される構造、遮断器はレールと平行の踏切がほとんどだが、日本国外では鉄路が遮断される構造、遮断器は道路と平行の踏切も多く存在する。明治時代においては日本も同じ構造であった。現在、鉄路が遮断される形態の踏切は、阪神電気鉄道向川信号上、向川駅資近から本線へ出る連絡線上にあるものや、 東京メトロ、銀座線上野県社区入り口付近に設置されているものなどが挙げられる。ただし、いずれも通過は列車優先である。列車運行本数が多くない国では、遮断機や警報機がない踏切や、道路ではなく鉄路側が遮断される踏切、時間になると、踏切警視が手動で操作するものが多い。また、日本の踏切は警戒色である黄色と黒の島の カラーリングがほとんどであるが、外国では白黒のカラーリングや門系の踏切などもある。日本の現行法令では、踏切道は踏切保安設備、踏切警報器と遮断機、または踏切警報器のみを設けたものでなければならないとされている。ただし、以前から存在するものについてまでその義務を新たに課したものではない。 遮断機が完全に降りてから列車が到達するまでの時間は日本では標準20秒、最短で15秒と定められている。大手施設のほとんどと JR の ATSP 設置路線の一部では列車線別装置が設置され、列車種別に関わりなく列車の到達時間はこの程度となる。日本において 踏切道の数は2017年度で33,250箇所である。現行法令では、踏切の新設は厳しく制限され、連続立体交差事業による鉄道の高架化や地下化などにより、2010年度から2017年度にかけて一貫して減少傾向にある。その一方で、踏切が新設される場合もある。阪急電鉄では、 2010年12月5日より、西宮北口駅8号線上に、駅南側東西の往来を円滑にする目的で、新たに踏切を設置した。この8号線は、今津線車両の入出庫のみに使用される回送線であり、1日の列車の通過は、早朝、夜間、深夜のみで10本にも満たない、2011年時点でのダイヤでは、1日4本のみことから、 設置が認められた。また、平成時代に開業した鉄道新線でも、土佐黒潮鉄道5面、那張線や、茨鉄道茨線には、踏切が設置されているところもある。このほか、壁線において、廃線区間の一部を復活させる事業でも、踏切の新設が認められている。踏切の主な設備は次の通りである。これらの設備類を総称して、踏切保安装置と呼ぶ、 踏切は保安設備により下記に分類される。現在一般的なのは第一志向である。第三種は第一志向に転換され数が減ってきている。信号機によって道路交通を規制する踏切は路面電車や比較的運行本数少ない専用鉄道などで見られる。国土交通省による2017年度末時点での集計によると内訳は 1> 第一種が二万九千八百一箇所、第二種がゼロ、第三種が七百二十三箇所、第四種が二千七百二十六箇所である。自動踏切警報器と自動遮断器を設置するか、踏切保安係を配置して、列車が通る際に道路の交通を遮断器によって遮断するもの一部の時間帯のみ、踏切保安係が遮断器を操作する踏切。つまり、 踏切法案係のいない時間帯は第四種と同じになる。遮断機作動の有無を示すため、踏切法案係がいる時間が掲示されている。第一種などへの置き換えにより、現在は完全消滅している。1980年には国内に二十箇所存在した国鉄は例が、1985年には皆無になっていた。遮断機はないが、 踏切警報器が設置されているもの。踏切警報器や、遮断機が設置されておらず、踏切法案係も配置されていないもの。地方では、ローカル線で多く見られるのみならず、列車の速度が高い幹線にも存在し、特に自動車の通行できない、小規模の道路に多い。2018年時点では、大手私鉄でも東京急行電鉄、世田谷線の若林踏切、 京成電鉄、名古屋鉄道に一箇所ずつ存在している。2017年時点までは、西武鉄道でも第四種踏切が存在していたが、最後まで残っていた第四種踏切は当時、休止していた安比奈線の踏切であった。これは休止中の路線であっても、国土交通省の書類の記録に存置していたために、第四種踏切の数に安比奈線の分が計上されていたに過ぎず、実質的には、 西武鉄道での第四種踏切は他の路線を含めて消滅していた。2000年代までは近畿日本鉄道、近鉄でも第四種踏切は減少しながらも存在していたが、四川区では路線の他社への譲渡や経営移管のほか、踏切の廃止及び第一種化で、本線区は踏切の廃止及び第一種化で消滅した。踏切を模した木型や止まれ見よ 近鉄や南海電気鉄道では、止まれとの標識などが立てられているのみで、実際に列車が接近していて危険ではないかの、判断は通行者の目視等に委ねられているため、事故が発生しやすい。また、信号機によって、道路交通を規制する方式の踏切もこれに、分類される。前、東急世田谷線若林踏切はこれに該当。 鉄道事業者によって認められた踏切の他に、小さな路地や、あぜ道、山道などの理道や、いわゆる赤道と、鉄道線路が交差している場所がある。このような場所は、踏切ではなく、本来は、一般の人の立ち入りは禁止されており、線路を横切って、人が通行することはできないが、実際には、近隣の住民が勝手に通行しており、事実上の踏切となっている。 一部のメディアでは、そのような場所を買って踏切と呼んでいる。このような場所の中には、もともと近隣住民が利用していた、生活道路が後から建設された線路によって、分断された歴史的経緯がある場所もある。鉄道事業者側としてはあくまで線路内立ち入りを、黙認しているという扱いで、線路内に立ち入らないよう注意書き看板などを設置している。 踏切ではないので踏板などもないが、鉄道事業者によっては、非公認を前提としつつ、踏板を設置した例がある。また、このような場所を正式に踏切にすることは踏切を新設することになり、鉄道技術基準省令39条に抵触する。このため、複線化などの改良工事の際に閉鎖されることもある。2016年、 平成28年11月1日付の読売新聞の報道によると、こうした場所が日本全国において、正規に認可された踏切数、取材時点で33,432箇所の約6割に相当する約19,000万9箇所にも及ぶことが国土交通省の調べで判明したとしている。ケーブルカーのうち、近鉄イコマ工作船と、 近鉄西市議工作線では、踏切が設置されており、中には、自動車が走行可能な踏切もある。なお、踏切部分のケーブルは露出したままとなっている。鉄道事業者による定義では、停車場構内にある道路と交差する踏切を指す。自動車が通過できる、構内踏切も多数存在する。構内にあるため、列車通過以外に仮想防護や、 入れ替え車両のために遮断される数が多く、開かずの踏切になりやすい特徴を持つ。地上駅の構内で、駅舎やホーム間を行き来するために設けられた通路に、存在する、警報器などの存在する箇所を、一般的な故障であり厳密には、蒸気定義に該当しないが、構内踏切、もしくは、私先導、構内通路、旅客通路と称する場合もある。しかしあくまでも、 道路交通との交点ではなく、従って、踏切ではなく、運輸局への届け出上では、私線路となっているのが通例である。古線橋や地下道の整備、駅舎の強情化や高架化などによって、このような私線路は減少傾向にある。また、ホームの設備として、列車が来ますの表示灯と、警報音を備え、私線路を持たない、第三種に似たものや、警報器や、 遮断機がはなく、私線ののみで構成された第四種に相当するものもあるが、これも、校内踏切の一種となっている。しかし、地方の駅では、バリアフリー化のため、京福電機鉄道嵐山線、片平の辻駅や伊予鉄道高浜線、小町駅、JR 九州日殺線人吉駅、日豊本線川南駅のように、校内踏切を復活させた事例もある。 日本国有鉄道が設置した構内踏切においては、駅目の前の道路上の踏切の警報音が列車接近の役目も兼ねている。関係上、道路上の踏切よりも警報音が低めに設定されている。これは JR グループが新規に設置した鉄道駅の一部や国鉄や JR の路線を引き継いだ第三セクター鉄道の駅にも同様のものがそのまま使われている。 また、東京都区内でも、下町のローカル線等で用いられている場合がある、東武鉄道亀戸線亀戸水人駅など、以下の3種のいずれかが使用されている。これらの名称、または番号は、踏切に記されていることが多い。番号を使う方式の場合、踏切が廃止されても番号は詰められず、欠番のままとなる。また、名前の由来となった事象が消滅した場合、 町名変更なども基本的に名前の変更は行われない。公営民営鉄道では1956年に制定された自動踏切遮断装置の構造基準において遮断装置動作反応等を設けることと規定されており第一種踏切の遮断機が正常に効果が完了していること知らせる踏切動作反応等を設置している。現在は 設置義務はなく JR から経営分離して民鉄となった路線では新たに設置した会社も設置していない会社も存在する踏切動作反応等でも従来の白熱電球に代わり発光ダイオード LED が使用されるようになった事業者によりその形状も異なる一部の事業者は特殊信号発光器と一体にしたものもある日本の道路交通法では 自動車用の信号機付きの踏切、いわゆる踏切信号で青信号が表示されている場合を除き、踏切の種類や列車の運行時間に関係なく踏切手前での一時停止と左右確認が義付けられている。遮断機、警報機付きであっても例外でないのは、遮断機や警報機が故障している可能性があるためとされている。また、補線などに使用される保守用車は、 信号機や踏切に無用な影響を与えないようにするため、絶縁車輪を用いている関係で、軌道回路で検知できないため、除雪車等一部を除き線路上を走行しても、遮断機、警報機が作動しないようにしている。詳しくは、線路閉鎖、モーターカーを参照。道路標識の一つに、踏切ありという警戒標識がある。1986年、 昭和61年まで蒸気機関車のマークが踏切を意味していたが、観光やイベント目的以外での蒸気機関車、牽引列車の営業運転が終わりして、久しくなった上、国鉄分割民営化もあって、同年から電車のマークを表示した新しいデザインの標識に順次取り替えられている。しかしながら、蒸気機関車マークの標識もまだ少なからず、残っているため、 自動車運転に関する教本などでは、両方掲載されている。注意を強調するため、踏切注意や、注意の補助標識を付加していることもある。その他、非電化区間の踏切用にパンタグラフを消して、機動車を表したものや、踏切を通過する、鉄道車両を色付きのイラストで描いたものも、存在する。ただし標準として定められたデザインではないため、 非電化区間の踏切でも電車デザインの標識が設置されている場合が多い。秋踏車発行の道路地図の中でシマップを採用した一部のシリーズもこの踏切標識が掲載されているが、非電化線の踏切も電車のマークのデザインで掲載されている。さらに1万分の17000分の15000分の1の拡大図には歩行者専用踏切を示すものとしてマークのデザインを 電車から人間の足跡に変えたものを掲載されている。ただし、実際にはこのデザインの踏切標識は存在しない。踏切は鉄道車両と自動車、自転車、歩行者が共に通過、侵入して交通が錯綜することから事故が起こりやすく、渋滞の原因ともなる。事故については、列車の接近を認識しながら無理な横断を図った場合以外に、 イヤホンで音楽を聴き入っていたことなどによる不注意、歩行や視覚、聴覚に障害があるケースなど容態は様々であ。国土交通省によると、第3種、第4種踏切での事故は100箇所あたり0.94件で、第1種の1.4倍に達する。運輸安全委員会は2014年度以降、死亡者が出た踏切事故の全件で、現場調査、分析を行っている。 その度に報告書で対策を求めているが、第一種への改修は、特に中小施設やローカル鉄道事業者にとって、費用負担が重く、踏切の廃止は、上記、事実上の踏切と同様に、周辺住民からの反対が強く、あまり進んでいない。また、特に大都市圏において、列車本数や線路数が多い踏切では、朝ラッシュ時など時間帯によっては、 ダイヤが乱れた場合も含む、開いている時間が閉まっている時間よりも短く、1時間に数分し開いていない踏切もある。開かずの踏切となってしまっているものもある。そのため、特に交通量の多い箇所を中心に、道路や鉄道の高架化または地下化を目的とした連続立体交差事業によ、踏切の除去が進められている。なお、踏切が開いている時間は、 列車がわずか数秒遅れる程度でも開かなくなることがある対向列車及び同一方向の列車間隔が主な理由ほかダイヤが乱れると列車間隔が短くなって開かなくなることもあるこの時間は普段は通れるからと安易な考えでいると実はダイヤが乱れていて予想外の待ち時間になる場合があるまた遮断機が故障して上がらなくなることで 道路交通に支障が生じるケースもある。さらに、渋滞原因の一つである自動車の踏切一時停止義務も、日本国外では、警報機、遮断機付き、国によっては、警報機のみの場合もの場合はほとんど規制されていない。ことから、第一種踏切については、日本の国会でも廃止すべきか検討されたことがある。しかし、2000年8月9日に、 七部鉄道において、落雷により警報器が故障した踏切で電車と、踏切に侵入した自動車との事故発生した。踏切信号機を設置した踏切で、青信号が表示されている場合は一時停止が不要な、ため、交通量の多い一部の踏切では、踏切信号機を設置し、一時停止義務をなくして、交通の円滑化が図られる。だが、これにも弊害があり、 踏切部分の同床の劣化が早まってしまう場合がある。福島交通、飯坂線平野踏切では、交差する国道13号を、重量のある大型車両が絶えず高速で通過するため、想定を超える同床からの打ち返しにより、レールの金属疲労が大きくなり、レールが破断する事態となった。その上、その踏切が線路の曲線上に存在する場合、関東により、 道路側に段差が生ずる。このような線路を複数またぐ踏切ともなれば路面が洗濯板状となってしまう。そのため、例えば、交通バラエティ日本の歩き方で取り上げられたケースにおいては段差を超える、際の振動により、自転車のカゴから荷物が落ちる、積み荷が破損する段差そのものにより、自動車の底部や路面に傷ができる、開かずの踏切だった場合に急いで通過しようとして、 バランスを崩したり、ローライダーのごとく車が跳ねたりするといった弊害が発していた。道路法及び鉄道に関する技術上の基準を定める省令に道路と鉄道が交差する場合は原則として立体交差としなければならないと定められているため、新幹線や武蔵野線や湖西線など、モータリゼーションによる道路整備が進んだ後に新規に開業した多くの路線では、 道路との交差地点はすべて立体交差とし、踏切を設けていない。例外的に踏切の新設が認められる場合として、停車場に近接した場所で道路と交差する場合で、立体交差とすることによって道路または、鉄道の紅用が著しく阻害される場合なが、道路法施行令で定められており、新設路線でも、季節路線との接続駅付近に、踏切が設置されている場合がある。 立体交差も参照。また、大地震発生時において、地震によって、踏切の遮断機が上がらなくなり、避難行動や緊急自動車の走行に支障を生じる、ケースもあり、東日本大震災や大阪府北部地震などで、問題となった。いずれのケースも、鉄道事業者側が設備の安全確認に追われる。あまり、遮断機を手動で昇降させる要因が足りなかった、ためとされる。 特殊な踏切の例として、普通鉄道、路面電車でない鉄道が、平用軌道を走行する際、長大な踏切として扱われるという解説がよく言われるが、実際には、鉄道側が運輸局に対して、不設許可申請を行い、それに対しが許可が与えられる。その後、道路管理者の道路専用許可を別途受けている。その道路専用許可は、道路法施行令。 大球場の定めにより10年以内の期限を定めて許可さるため線路が維持される限り期限の更新を受けている。つまり、平用軌道は、長大な踏切などではなく、本校の踏切の分類には該当しない。なお、平用軌道は、走行速度が低く設定されている場合が多く、ダイヤの設定の上で障害にもなっている。さらに、道路の交通量が増加し車の渋滞や、 車と鉄道車両との接触事故の問題などから、現在では普通鉄道の列車が、平洋軌道を走る区間はほぼ消滅している。しかしながら、江ノ島電鉄線、熊本電気鉄道藤崎線では依然としてこの、形態が残っている。この両車は、当初軌道法で付設された後、鉄道線に切り替えたためにこの形態となったものである。しかし、 鉄道事業法では原則併用軌道は認められていないため、この両者は国土交通省の許可を受けた路線となっている、いわゆる特任。なお、道路線用許可の関係で10年ごとに申請をし、都度許可を受けることになる。JR 在来線、湖西線、海峡線、JR 東西線、京葉線、武蔵野線、根岸線、大阪環状線、本市美山線。 私鉄、構造上、道路と、同一面で交差しないモノレール、新交通システム、地下鉄を除く。仙台空港鉄道仙台空港線、東武大師線、西武有楽町線、東急田園都市線、京王相模原線、小田急多摩線、相鉄泉谷線、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、名鉄空港線、東海交通事業場北線、 横浜高速鉄道港未来線、神戸電鉄公園都市線、神戸電鉄神戸高速線、南海空港線、阪急神戸高速線、阪神神戸高速線など。警報、遮断機は自動、中には警報機だけのものもある。自動車は一時停止なしで通過できる。日本製の遮断機、警報機も存在する。遮断棒は自動化されたタイプと、 踏切形種の扱うタイプが混在している。踏切形種が、遮断機の前まで出てくる場合もある。台湾鉄路管理局の踏切道の数は2017年度で435箇所である。次の3種に分かれる。台湾国鉄はもともと、日本統治、台湾総督府時代に鉄道部によって整備されたため、制度も日本に準じている。ただし、第4種は廃止されている。 警報器の色は一黒の縞模様が用いられるが、遮断棒の色は白と赤の縞模様となっている。次の三種に分かれる広域電鉄化を中心とした路線改良などにより近年は一貫して減少傾向にある。2017年現在で韓国国内の踏切は965箇所存在し、内訳は一種が867箇所、二種は5箇所、 三種が九十三箇所である。遮断棒は赤白のカラーリングである。警報器や遮断棒は自動のものが導入されつつあるが、踏切警視が操作する踏切も多い。地元住民は警報器が鳴り響こうが列車が来るまで平気で、遮断機をくぐる光景がたびたび目撃されている。踏切に接近する列車は、その際、警笛を何度も鳴らす。 日本と異なり、軌道側を遮断し、車道を通過させる方式になっている。遮断機が上がっている場合、車両は侵入してはならない。遮断棒の色は白と黒の島。アメリカでは、早くから色とを組み合わせた警報、警鐘機が採用されていた。これは、ウィグワグ、ウィグワグと呼ばれるもので、振り子型のアームの先端に、 赤い色灯を組み込んだ白い丸型の標識を取り付け、警報の明動と共に左右に振り視認性を確保する構造になっていた。日本ではアメリカ発の映画でたびたび目にすることができた。蒸気機関車牽引の列車が主流だった頃には問題なかったが、やがて鉄道、自動車の双方が高性能化するにつれ、遮断機がなく視認性も劣るという理由から日本や欧州と 同じく交差した板の標識に交互点滅の色灯を設けた遮断機付きの警報器へと置き換えが進んだ。しかし一部の市民からは慣れ親しんだウィグワグを擁護する声も大きい。イリノイ州のやカリフォルニア州のなど鉄道車両運行を行っている鉄道博物館の一部では車両と共にこのウィグワグも胴体保存している事例が見受けられる。日本とは異なりアメリカでは ほとんどの州で踏切前の一時停止を義務付けられていない。ただし大型車は徐行して通過する。また州によっては普通車に対しても徐行義務が課せられている。このため、不要意に一時停止すると追突される恐れすらある。しかし、長距離トラックなどの踏切突破によって事故が起きる。ケースが増えるなど問題もある。アメリカでは踏切に接近する、旅ごとに、 長、単、蝶の4回連続で警笛を鳴動させることが多くの鉄道で行われており、歩行者などへの注意喚起に努めている。また、アメリカ型の機関車は伝統的にベルを備えており、現在でも市街地通過時には連続して打ち鳴らしている。アメリカの道路標識では、踏切があることを知らせるものに限って丸型のものを使用している。 車両侵入禁止も標識のイラストデザイン自体は日本のものに類似した丸型のものだがアメリカでは四角い看板に丸型のイラストデザインを描いたものになっている小規模の飛行場や運河の稼働橋でも鉄道用な踏切警報器、遮断機を設置している場合がある変わり金としては山口県宇部市にある宇部高山専用道路と一般道路が交差する部分に 鉄道用の踏切警報器、遮断機を設置しており、一般車両が専用道路を通過する大型トレーラーを通過待ちする光が見られる。また、鉄道用の遮断機が設置されているものはバス専用道路に例がある。また、道路を遮断する交通機関が鉄道ではない踏切も存在する。ジブラルタル国際空港では飛行機対道路で踏切が設置されている。 かつては、ロンドンヒースロー空港にも存在したほか、日本国内でも2004年に廃港となった、群馬県の大西飛行場には、滑走路中央付近を横断する道路に対して、踏切が設置されていた。近畿日本鉄道の鹿と列車の衝突事故、防止設備、防護ネットの一部に隙間を開け、そこに、始発から終電まで鹿が嫌う。 超音波を流して線路への侵入を防止し、夜間には横断できる。試験で効果が見られ、今後は設置場所を広げる予定。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。